はい、どうも皆さんこんにちは。今ね、11時40分なんですが、一応ね、その9レース、銀ちゃん号が出る第、今日の第5回浦和競馬第1日、9レース、鴻巣花祭り賞 C1 7組8組、距離 1500m 出走12頭の、オッズがね、大曲がりに出てたんでね、お知らせしたいと思いますけど、その前にね、俺が前の動画で解明を教えたのが、3連単、10番、12番から、10、12の2頭軸流しで、3着に一応ね、1、2、6、8の4頭つったんですけど、完全に配当が悪いでございます。申し訳ございません。とりあえずね、見ていきましょうかね。1レース、浦和、奇跡の君を JRA 高級初戦、保園翔也、53キロ。2番、エースシャイン、浦和からで、坂井忍、54キロ。3番、ブリッジシップ、船橋、矢野義行調教師で、江川信行、53キロ。4番、グランスリール、橋本直也、54キロ。5番、ケイティ・グロリア。岡田大で56キロ。6番、フレンド・リトル。矢野隆之騎手疾病のため、9レース。矢野隆之だな。9レース。6番、フレンド・リトル。矢野隆之騎手疾病のため、浦和重田健一に騎乗変更で56キロ。7番、セラフィーナ。吉本貴則だっけ、覚えてねえんだよな、いまいち興味がない騎手は。吉本貴則ですね、54キロ。8番、アイファーショコラ、船橋から遠征、町田の騎手53キロ。9番、福山レイズ、和田ジョージ54キロ。10番、水野隆史を騎手で銀ちゃん、今回はね、滝川樹也騎手で53キロ。11番、エアウェーブ、川崎山崎宏美調教師から遠征馬、増田光弘56キロ。12番、浦和の国母厩舎で、ノブローズ、大井の笹川翼騎手で54キロとなっております。まあ、思ったよりね、12番のノブローズがね、オッズつかなかったんで、まあ正直言うとね、まあ俺はてっきりノブローズがね、1番人気で、まあ銀ちゃんがね、2番人気になるかなと思ってたんですけど、まあ全然ね、銀ちゃんが、1番人気になっちゃったんでね、配当が、クソ悪いでございます。一応ね、まあ俺の推奨者、1番が 21.7 倍。2番が 33.7 倍、6番 20.2 倍、8番 14.4 倍、で、銀ちゃんが 1.1 倍、ノブローズがね、13.5 倍となってるんでね、オッズもちょっとね、出しながら、いきましょうかね。まあ、人気順で並ばしましょうかね。とりあえずはね、単勝、一応こんな感じで、まあ、10、12で8、で、3が絡んで6、1というふうにね、2が入っております。あ、3オールそうか予想してるのが、1、2、6、8か、俺が予想したの。まあ、一応ね、10、12から、8、6、1、2が入ってるんでね。まあ一応1が来ても 1.8 倍ぐらいしかつかないんで、最悪ね、あんまり美味しくない状況です。まあ3番がね、思ったより2倍で人気いんで、まあ副賞を人気順に並ばしましょうかね。あ、そっか、これ単服になっちゃってるのか。めんどくさいな。まあとりあえずはね、1番人気が銀。嘘、1.0 倍かよ。さっき見たとき 1.4 倍までついてた。マジうぜー。まあいいや、しょうがねえ。そう、機嫌悪い。とりあえず、ね、1番人気が銀ちゃんで 1.0 倍。2番人気が、笹川翼のノブローズ。で、4番人気が、あ、せ、3番人気がね、フレンドリトル。で、4番人気が 1.8 倍のね、この子になってます。あー、機嫌悪い。もうね、ちゃっちゃと生まれん馬さん行きましょうかね。めんどくさいから行きましょう。生まれん銀ちゃんからノブローズで 4.6 倍。てか、もろ俺の買い目入ってんじゃん。で、一応ね、8番で銀ちゃんで 7.3。1番銀ちゃん 8.4。で、6番銀ちゃん 9.3。一応ね、2番銀ちゃんで 10.7 倍ついてるんで、まあ3番のね、まあ矢野義行調教師がどうなるか分かんないんでね、まあ今回俺3番は蹴ってるんですけど、馬タミにしましょうかね。馬タミでも完全に10から、俺の解明の通り、12、だとね、1、6、8。で、ちょっとここね、12、10逆転して、10と2が入っております。まあ一応ね、3連単は10、12から流すってたら一応ね、6.2 倍。で、一応ね、6番で、7.1 倍、8番で 7.5 倍。1番で 10.2 倍で、12番、笹川翼騎士から銀ちゃんで 14.5 倍。で、10番から、銀ちゃんから2番で 16.1 倍なんでね。まあ、馬ターンはね、正直思ったと、まあ、俺の予想した通りのね、オズになってます。で、3連服見ていきましょうかね。3連服、一応ね、8番、10番、12番で、7.4 倍。2番、10番、12番、9.1 倍。1番、10番、12番、9.9 倍。6番、10番、12番で 11.6 倍なんでね。もろこれもね、俺が言った通り、まあ、12から10でね、1、2、6、8でしたね。これも正直、まあ、俺が予想した通りのね、馬番号でね、ちょっとおずかしちゃってます。で、最後ね、3連単も行きましょうかね。
3連単はね、あれ起動してねえの。もしかしてね。最近に壊れすぎてね。あ、動いてる。3連単は一応ね、もうこの通りね、もう10、一応ね、あ、そうか、これ今一応10、12の2等軸にしたんですけどね。結局はね、こっちの、10、12の1等軸にね、するかもしれません。とりあえずね、オズ見ていきましょうかね。10番、12番から8番で 17.7 倍。10番、12番、6番、19.8 倍。10番、12番、1番で 21.6 倍。あ、ここ図変わった。本当にここ10番、12番、2番が入ってたんですけど、今ね、10番、8番、12番ですね。これで、26倍。で、10番、8番、6番、26.8 倍。10番、6番、12番で 34.2 倍。10番、1番、12番、35.2 倍なんで。確かあれか。一等軸で買ったら400円だから、これってなんで、10。いっそこれマジで5等軸にしたらどんくらいなんだから。5等軸じゃねえ。ちょっとこれ全部買い見入れてみよう。1、2、6、8で、こっちのもね、12で。仮に10から5等ずつ流した場合、1600円か。あ、じゃあ全然プラスじゃん。全然でもねえや。1番で4と2番で4と、あ、6、あ、違う。2000円か。あ、2000円か。2000円ならでもね。まあ、でも完全にね。唯一ね、銀ちゃんがオッズで外れたのがね、一応ここ。12番目がね、12番、10番、8番で 42.5 倍。で、一応ね、12番、10番、1番、2番。まあ、これまで結局1番、2番ね、俺予想してるんで。まあ、結局ね、なんだかんだ言うと、まあ、俺が予想したね、1、2、6、8もね、絡んじゃってるんでね、ここに。まあ、1、2、6、8で。まあ、唯一絡んでないのが、まあ、10番、12番、3番。これはね、本当に、3番なんか今回眼中にないんで、申し訳ないですけどね。まあ、結局外れてるのはこれぐらいですかね。10番、12番、3番。あとはもうね、俺が予想した、10番、12番から1、2、6、8がもう全体的にね、絡んできちゃってるんで、ちょっとね、まあ、銀ちゃんが、まあ、前走みたいにね、酒井誠司騎手の馬を行かせて、横に並走するか、それともね、今回は、53キロで1キロや少ないんでね、無理に滝川樹也騎手が行かせて、花を主張するか。どっちからですよね、多分。まあ、10番、12番が2頭とも逃げると思うんで。まあ、あとはね、先段につけそうな1番、2番、6番、8番。この辺がね、前から多分3番手から5番手あたりにつけそうだっていうふうに、俺はね、一応判断はしましたんで。してまだ俺、競馬始めてね、基本的にはまだ、初心者なんでね、まだ3ヶ月ぐらいなんで。というわけなんで、まあ、一応ね、予想としては、銀ちゃんと、12番の笹川翼騎手が花逃げるか。で、一応、保存正義騎手の高級初戦が不明。で、2番、6番、8番が、先段の3番手から5番手あたりをね、追走する感じに一応予想はしたんで、まあ、ちょっとね、どうなるか、わからないんですけど、今のところはね、俺の買い目のオッズが、まあ、一応ね、ピシャリとは入っております。一応ね、1、2、6、8と。まあ、ちょっとね、この、10から80にはね、無警戒なんで、ちょっとわかんないですけど、多分8番あれかな、アイファーショコラだよね。町田直樹騎手ですね。本来だったらね、町田直樹騎手がね、全然、銀ちゃんにね、乗ってくれたらね、俺は、悩まなかったんですけどね。まあ、滝川樹也騎手、騎乗方法は俺ね、いかんせん嫌いなんでね。なんだろう。返し馬でね、馬の背中でね、トントンする分には全然変わらないですけど、的場文雄騎手とかね、レース図見てて分かるんですけど、結構、レース中にね、ムチ打ちながら馬の背中でやるの、俺、一番嫌いなんでね、あれ。まあ、滝川樹騎手ね、骨折してから、若干その傾向があるんで、正直今回はね、本当に、まあ、最悪ね、牝馬なんで一度勝たなくなったら、牝馬はね、ちょっとレッツゴードンキみたいな怖いのがあるんで、まあちょっと今回で最終レースぐらいの覚悟はね、一応してるんですけど、まあでもいかんせん本当に銀ちゃん人気出ちゃいましたね。ちょっとツイッターで銀ちゃん検索してみましょうかね、どんな感じになるか。前に結構単勝で10万買ってる人がいたんでね。わ、すっげえなと思ったんですよね。銀ちゃん、裏は。あらー、面白い。4時間前のツイート。裏は9レース買わずにはいられない。その名も銀ちゃん。みんな買うんだ。あ、で、なんか面白いツイートありますね。ちょっと出走表に一回戻しましょうかね。すいませんね、腹の虫になってしまって。ほんとこのタブレットいくときかねえな。Wi-Fi 生きてるよな。9
ぶれし、このそのもとでしょ。ちょっと面白いツイートが、月曜浦和に、フォックスホールを翼さんが選んだと。どうなんだろうね。で、ジョージの国母がある。面白そう。そして個人的には嬉しいんだけど、町田さんの乗っていた銀ちゃんがジュキアに変わってる。まあ、そらそうだ。で、町田さんがアイファーショコラ。町田佐々木を考えると分からなくもないけど、銀ちゃん。ああ、そういうことか。やっぱりみんな結構思ってるんですよね。なんで乗り換わったんだろうっていうのが。まあ、多分ね、岡部誠騎士いなくなって、町田直樹氏がね、JRA 高級祖先アイファーショコラ乗ってるからと思うんですよね。一応、アイファーショコラの、データがこちらになります。父ちゃんサムライハート、母マグノリア、母の父サッカーボーイかな、サッカーボーイか。一応ね、これ、高級初戦はね、町田直樹氏乗ってたんですけど、その後中野翔吾騎士と岡部誠騎士で連勝。その後で岡部誠騎士で7、2、4っていう感じなんで、まあ、致し方ないのかなと思うんですけど。一個面白いツイートありますね。なんかね、園田競馬の方に銀座っていう馬が行くんですけど、勘違いした人、浦和にいた銀ちゃんですかっていうことに関して返事、川崎競馬場にいた銀座セレクトっていうふうにね。まあ、銀ちゃんと銀座であんまり似てはいないんですけどね。まあ、その他銀ちゃんのツイートあれですね。8月17日の、ちょっと待って、8月17日だから、浦和競馬第5競争、なんだっけな。キャンペーンでポイント10倍。スパット4プリン、あれキャンペーンでポイント何倍だっけな、まあいいや。多分スパット4プリンポイント賞、裏のね、多分データしかないんで。まあどうなるかな、今回本当に金ちゃん。怖えな、乗り方悪いしな。まあ一応父ちゃんパイロで、銀幕の妖精でグラスワンダーか。まあ一応ね、中央ではね、まあ前試合、まあ着外だったんですけど、まあでもね、なかなかね、いい競馬してたんでね。まあ2歳児に1回遠征行ったら、まあダメで。で、その後ね、JRA、確かあれだ、1回枝照騎士逃げようとしたら失敗したんですよね。で、その後、武士座騎士に戻したら、まあ、出遅れなんかあったけど、まあ、あがりさんからもね、全然この辺いいタイムなんで。だからね、俺はまあ安心してね、今回も一応本命にしちゃうんですけど。でもやっぱこういうのな。これか。キャンペーンでポイント10倍。スパット4プレミアムポイント賞 in 浦和。まあ、本当だったらね、やっぱり明日のね、まあ動画にもしたんですけど、明日の何レースかにね、結構銀ちゃんを銀ちゃんに負けたワンダーヘイストとかね、まあ一部の馬たちが出るんでね、まあそっちのレースにしとけば賞金もね、10万多いんでね、まあ楽かなと思うんですけど、まああえてね、水野隆調教師と、馬主の方なんだっけな、名前。この人か、森田栄一さん。まあ多分こっちにね、やってきたら、まあコバ相手にでも、勝てるだろうっていうね、完全な意気込みがあると思うんでね。まあ、今回はね、もう銀ちゃんもね、まあ、しょうがないですけど、受験騎手ですけどね、本命にはしたいと思います。まあ、本命にしちゃったんですけどね。まあ、とりあえずね、発送が15時25分なんで、まだね、発売まで、2時間ちょっと、あ、3時間ちょっとあるんでね、まあ、レース映像、まあ、パドックからレース映像回収まで、ね、全部撮りたいんでね、もしかしたらちょっと模型の動画ね、2本か。アップロード終わってるんですけどね。ちょっと紹介はね、明日以降になってしまうかもしれません。というわけでね、まあ、とりあえず最終的にもね、オズ出しておきましょうかね。多分変わってると思うんで。9レースのオズ、人気後輩登場。あー、ダメだ。やっぱり銀ちゃん 1.0 倍だ。まあ、嬉しいけど悲しいな。先生ね、3連、あー、やっぱり固まんな、これ。最近これ固まりやすいんでね、申し訳ないですけど。別にね、やっぱりまあ10番からね、12番に流すのがね、俺はまあ妥当かなと思います。まあ、ちょっとここにね、アイファーショコラが入ってきてるんですけど、まあ俺は気にせずね、もう10番、12番の一等軸で1、2、6、8流してね、見たいと思います。もうね、1000円ずつ買っちゃいたいと思います。今から行けば多分間に合うよな、川崎競馬。バス飛ばして30分ぐらいか、往復1時間、もう全然間に合うわ。というわけでね、今から、川崎競馬行って、銀ちゃんのね、10、12から、1等軸で、1点軸でね、1、2、6、8、4等ちょっとね、流していきたいと思いますんで、ではちょっと行ってまいります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。